こんにちは、シーバードです。今回はボスフランジャー BF2 と BF3 を鳴らし比べたいと思います。こちらの BF2 は千葉県船橋市の千葉管楽器さんからお借りしまして、 BF3 はお友達からお借りしました。この BF2 と BF3 どれぐらい進化したのかっていうとですね、こちらをご覧ください。見た目もゴージャスになっているんですけれども、大きく変わったのはここでモードチェンジができるようになったということですね。でモードが4つあるんですけれども、一番下モメンタリー、これは皆さんお聞きになったことがあるかと思うんですけれども、踏んでいる時だけエフェクトがかかると、押している時だけフランジャーがかかるようなモードになっております。そしてその隣がゲートパン、これはですね、モノラルの時とステレオの時で効果が違ってくるんですけれども、モノラルの時はゲートで、ステレオの時はパンになります。まあ、鳴らした感じだとですね、ゲートはイメージ的にはスライサーみたいな感じですね。ジャキジャキ波形を切ってくれるようなイメージです。そしてスタンダードモードとウルトラモード、まあ、このスタンダードは BF2 とほぼ一緒の機能になります。ウルトラモードはそれよりもえぐい感じのフランジャーがかかるというこの4つのモードが足されていて、他にはですね、ご覧いただいた通りベースのインプットが増えております。そしてステレオで出力できるようになっております。この後 BF2 と BF3 の鳴らし比べをやっていくんですけれども、その前にですね、後ろに控えているこちら、ご存知 Zoom の MS50G なんですけれども、これにもですね、 BF フランジャー2と、まさにこの BF2 ですね、ボスのフランジャー BF2 のモデリングが入っておりますので、まず最初に BF2 と MS50G の中のモデリングを鳴らし比べたいと思います。でその後に BF2 と BF3 ですね、こちらを鳴らし比べていきたいと思います。お聞きいただいた通り、12時の状態だと非常に似た感じの音だったんですが、デプストレートを上げてからは若干 MS50G の方がえぐみがあったように感じます。しかしですね、この後 BF3 を鳴らすんですが、 BF3 を聞いていただくと MS50G のえぐさ、この理由が分かっていただけるんじゃないかと思います。では続いて BF3 いきます。
ではまずはモードを切り替えながら鳴らしていきたいと思います。という感じでいかがでしたでしょうか。 BF2 と BF3、 そして Zoom の MS50G に関してはやはりですね、いいクオリティだなと改めて実感させていただきました。まあ、言うなれば BF2 と BF3 の間ぐらいのようなイメージですかね。今回この3つを並べて弾いてみて、ピッキングの吸い付きっていうのはですね、やはりこの BF3 が一番これ馴染んでくれるというか、一番吸い付きが良くて、まあ抜けというかですね、抜けのスピード感も非常に良かったですね。ぜひ参考にしていただけたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。